はい、どうもそこおっとおっと、そこかはい、はい、どうもどうも、声が風邪しました。素敵だわ、今の。いややばいね、この狙ってないね、アクシデントだよ。さすがですよ、今の狙ってできたんだったらすげえよ。すごいよ、溜めたんだけどね。いただきます。久々に、どうも。はい、それでは、千賀選手のノーヒットノーランに乾杯。乾杯いや、見てきたんでしょ、生でちょうど。そうですね、僕ちょうどいたんだよね。いたね。はかれこれ3時間ぐらい前まで福岡にいまして、おお、帰ってきたばっかなんですけど、まあ、昨日は福岡ドームに行っておりまして、はい、見ました。いいものを、いいものを撮れましたね。ノーヒットノーラン、ありがとうございます。すごいよ、ノーノーですよ。これ MVP03 って何、これ2003年のってこと。映せないっすけど、昔の、昔のあれっす、ちょいちょい出てる相沢先生から譲り受けた。ああ、ああ、そう、あそこから譲り受けたってことだね。譲り受けた MVP のメラさん、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 見てねえし、見てないか、絶対見てない。なんですよ、今日もね、日比野さんもまたお休みで、うん、ですね、はい。視聴数がまだこれで1なんで、これ見てて1なんで、多分誰も見てないんですよ。あの親父もサボってんです、また。また。あら。あら。そう。また。いかんね。そう、今回はね、うん、何話しますかっていうのは、やっぱ千賀選手と。千賀選手と。千賀選手来ましたね。あと、なんだ、事故。事故。事故？あと、なぜ韓国に負けたか。うん、そっちね。あ、負けてましたね。一番負けちゃいけない相手に負けましたね。負けちゃいましたね。あと、なぜ相手チームの大バタを振るか。それやる。うん、試合中に身内すぎだからやめますか。うん、見ないですしね、うん、どうせね、どうせあいつ見ないからね。うん、ダメ出ししてもね、ここでね。うん、そうなんですよね。うん、試合中に渋いな。試合中に渋いな。友達がいるからといって、はい、対戦相手の方に行き、はい、そこの旗を振る。もっと幹部クラスですよ、うん、しかも、はい、今でも関西の代表じゃトップですよ、はい、トップですね。影響力ある人ですよね。影響力ありますね、うん、その人が。嫁さんの方が影響力あるかもしれないですけど ね、僕たちにとってはそうかもしれません、はい、その人がなんか、はい、応援もなんかウルトラス化が進んだからそれがいけなかったみたいなことを、お前がやってきたことは何だったんだっていう、うーんってなんか野球の応援を、社会人野球の応援をして自分は価値観が変わったと、うん、だから楽しくやるのが一番だ。いや、だからお前が楽しかったことをやってきてそれがウルトラス化だったんだろって、海外のウルトラ化みたいなのが楽しかったんだろって、うん、なんかよくわかんないですよ。たまたま動画見つけちゃいまして。いや、僕も見ましたよ。こいつ何してんだよ、うん、と思って。普通に立派な振り方しましたね。ああ、うん、でも足元よたってました ね、まあ、まだもうね、引退が近い。引退ダサッと思いましたね、正直、うん、もうちょっと腰入れないと ね、 ね。いや、ほんとまだ俺も綺麗に振れるかな。対戦相手の旗を振る、はい、試合中に。試合中ですよ。試合前とかちょっと貸してみたいなといいんですけど、とか冗談とか、それとか、うん、自分の試合がない日ない、うん、もしくはそうだったらまだしも、はいはい、俺試合のない日、試合中、うん、試合ない日の他のチームの旗振ってすんげえ怒られましたからね。そりゃそうですよ、はい、いや、僕も怒られましたよ、はい、振ってって言われて。僕もやりましたよ。まあそうですよ、大鹿さんチームのね。それは絶対ない。あ、うん、アウトですね。僕、某 YFM のチーム。それもダメ。それもダメ。それもダメ。おじちゃんが許さない。うん、うん、そう、おじちゃんが許さなかったみたい。なんで振ってんのって。いろいろ大変。うん、ね、いや、あれは話題にもしたくないっすよね、うん、実は。まあそれはもうほっときましょう。あ、台風で。台風で、はい。奥様が茅ヶ崎に戻られてるという。大変ですね。大変ですね。帰れるんでしょうか。いや、逆台風だから来たの。だからこっちに。あ、なるほど。うん、避難なんかあったらっていうんで、うん、こっち来たみたいな。そうそうそう、うん、
ありがとうございますよ。あ、いいですね。そうなんですよ。そう、今日が9月の7日、はい、次回放送が10月の5日、はい、なんか皆さん世間の皆さん10月22日が休みだって知らない人多いんだって。休みなんですよね。そう、そうなの。あ、そうだそうだ、うん、そう、え、10月22日って休みなんですかって人が結構多い。休みです、うん、祝日のはずです。祝日です、はい、今年だけ、はい、で来年が10月14日のスポーツ体育の日が、はい、7月に移るんですね。あ、オリンピックの、あ、そう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 、で3連休かなんかにして、そこに開会式が当たるんですね、うん、で来年を境に体育の日がスポーツの日って名前が変わるんですよね。あんま変わんねえ。横文字ですか。横文字しただけかい。じゃあスポーツデイにすりゃいいですよね。スポーツの日。そこは譲れない。そこは譲れないのね。今すごかった。今ツッコミ最高だったな。今よかったな、うん、スポーツの日。カレンダー屋さん大変ですね。カレンダー屋さん、カレンダー屋さん、カレンダー屋さん、カレンダー屋さん見てないっしょ。忙しいですよ。忙しい、そうでしたよ。忙しそうでしたよ、うん、なんか忙しくてすいませんって来たんで。いやいや、忙しいのとんでもないです。この時期忙しいですから、うん、今の時期から今一番過剰じゃないですか。9、10が大変ですよ。あ、今うちゲラ運んでますから ね、うん、9、10が大変で、うん、9、10が大変です。11、12はもう納品ですから ね、はい、ね、そうですよ。大変ね、え、みんな仕事大変そうで、あなたも大変そうで、あなたも大変そうで、うちも大変です今。まず繁忙期ですか。繁忙期じゃないんですけど、あの国がなんか変なの出してるじゃないですか、プレミアム商品券。あ、やってるね、地域のね、地域の、うん、あれ あれの冊子がうちに全部かぶってきちゃって大変なんですよ。そう、プレミアム商品券ってあるんですよ。あの 昔地域振興券あったでしょ。そうそうそう、あったあった。あれがあります。あれの、そうそうそう、まあ、ちょっとした改良版ですよ。あれは税金払ってない家と3歳未満の子がいる家がなんかプレミアム商品券を買えるらしい。買える。なんで税金払ってないのに買えるの。だから消費税上がるからでしょ。消費税上がるから。だから今回は現金配るよりかそっち配った方がいいんじゃねみたいな感じでやってるんですけど、大きな大迷惑こっちは。うん、そうそう、だからこっちも利用、ほら、それを使えるように使えるようにしてるんだよね、そっちはね、うん、そのね、プログラムもいろいろやんなきゃいけないし、うん、各市町村用にね、うちほら全国にあるから、そういろんな市町村の冊子がでもう見てますけど、どこも似たり寄ったりなんで、国で共通で出しやがれと思ってんですよ。あ、そっちの方が全然賢い、うん、そっちの方が全然賢い。やっぱり泉佐野がいいんですか。泉佐野がいいんですかね。それはふるさと納税だ。あれはね、あれはふるさと納税さんですか、ね、ちょっとわかんないですけど、はい、まあね、確かにね、もう増税になるからこっちも大変なんですよ、いろいろ、うん、増税ね、これでやめたって言ったらどうするの。いや、俺も嫌ですね、もう今それまでオリンピックやめたって言ってくれる。そっちだったらもうおいって。それこそ金の無駄遣い。もう暑いからやめたっつって。台風8日夜は関東広域冠水か。やばいらしいよね。やばいらしいですね。仕事できんのかな、これ。帰れんのかな。で、今日 J は J2 と J3。J3 ですね。永井監督、はい、17歳のヴェルディ司令塔中村俊輔を超える。超えると思う。ヴェルディって明日やったの、うん、あ、明日だ、明日だ、ね、明日はレノファだ。 V は、はい、長井監督になってからちょっとちょ、ま、うん、若手をすごい使うようになってるんですか。まあ、でもともとね、ヴェルディはね、若い選手多いですよね。育成強いですからね。横市と甲府が横市の勝ち、はい、長崎、福岡が長崎勝ち、うん、大宮、町田がドロー、はい、柏、山形が 3-4 で山形、お、新潟、千葉が 2-1 新潟、お、岐阜、栃木が 0-0。 今日ミスターマリックがいたらしいですね、岐阜にね。あ、なんか見ました、うん、琉球、鹿児島が 2-1 琉球、ゴールでも負けたんじゃないか。あそこもともとマリックの幕ありますよね、うん、お、なんかそれを生で見れたっつって喜んだもん、マリック。こんなやってんだじゃん。栃木岐阜は両方ドローって鹿児島が喜ぶだけな展開。そうですね。なんか裏天皇さんはつまんねえ試合。いやー、千葉下がっちゃったね。千葉やばいね。やばいですね。うん。あんなに人いんのにね。ね、金もあんのに、うん。いい選手いっぱいいるんですけどね。ていうか岩田がやばいよね。
ああ、来年爽やかですね。来年爽やかですね。来年爽やかですね。いやでもワンチャンセーフもあるんじゃない。ある、あるかな、うん、松本、結構その辺30ぐらいのラインで、ね、松本、鳥栖、仙台、ガンバ、清水、神戸、浦和まで巻き込まれる事実。清水の得失点差マイナス26。マイナス26、うん、すんげえな。ありましたね、8-0、これの煽りで。だけど得失あまりにも多いから、多分並んじゃったらもう完璧やばいですね。一気にね、これ。だって札幌相手に今年13失点。すげえな。すごいね。確かドームで5-2とかなんかそんな試合。武蔵代表に呼ばれた武蔵いたね、そんな選手。なんかしれっと呼ばれてますよね。なんかね、どこがいいんだろう。なんかね、スピード、なんで何が良かったんだろう。なんですかね。なんで点取れるんだろう。たまたま。でもわけわかんない。なんかスーパーなの決めるくせに、うん、それ決めろよって言ったやつ外しちゃ う, そ, う, そ, う, そ, うそれが武蔵武蔵からそうそこ変わってないですよね。 それは中山選手もそうじゃなかった。だからイメージを植え付けるんですよ、うん、それは中山選手も柳沢選手もそうでしたよね、うんうん、なんでその難しいの決めれて簡単なの外すっていうのが、うんうん、伝統ですね、日本の伝統。お家芸、どこをしろきてほしいかな。てかうち上がる気ねえのかよ。どうですか新潟。無理です。厳しいですか。厳しいです。じわじわさ、長崎はどうなの。ないっす。みんなしてないない言っててさ、うん、だって水戸ちゃんまで勝ち点10差ですもんね今。プレーオフ圏内まで。横浜 FC が地味に上がってきてるのがね。横浜市も2位ですからね。そう暫定で。横浜市前線タレントいますからね。イバ、レアンドロ、レアンドロドミンゲス、あと広島の皆川とかもいますね。ああ、皆川いますね。あれ入ったのでかいね。レドミナ、てか俊介いるんだよ。そう。大宮が上がんなければいいですけどね。そう。俺は。大宮もなんかねはっきりしないですね。横浜。柏が62、横浜が55、山形54、大宮53、京都52、水戸51。あ、やっぱ今日甲府が負けたのがでかかったんだね。そうですね。金沢46、長崎全然あるじゃん。あります。プレーオフ、あ、プレーオフは入る。プレーオフ は結果次第では、うん、うちは微妙。そうね、岡山までは可能性あるかなって感じるけど、うん、新潟ベルディはちょっと、うん、足りない、うん、確変しないときついかな、うん、とんでもねえ連勝しないと多分やっと外人が働き始めてさ、うん、J3 得点王が新潟あれですね、早川帰ってきましたよね、はい、ベンチも入ってるんで、ね、頑張ってほしいです。待ってましたっていう早川君は。 J3 がやっぱりJ3 すごいね。群馬、藤枝、熊本が勝ち点並び。おー、得失点差で、チラパンツ、うん、で、ディスコパンツが40、勝ち点40で1差、勝ち点1差、うん、すごいですね。どこ行きたいかな。行きたい、もう、行きたい、行きたいとこ落ちてくる、落ちちゃうかもしれない、じゃあ、うちうん、その可能性もあるかな。いや本当どっか FC 東京止めて。J1 ね。ガスの優勝だけは許されないから、ね、許されないね。なんかね夏場落ちるかなと思ったんですけどね。いやでもこっからでしょ。ラグビーワールドカップ影響。あ、アウェーが続くってやつですね。レンチャンアウェー。8連戦だっけ。8連戦。アウェー。とりあえず明日ルヴァンだけど、ガンバが行くので止めないといけない。ちょっと変な形もある。いや別にルヴァンは勝たせてもいいよ。あ、そうなの。野球が中日が勝ちました、うん、阪神が勝ちました、読売が勝ちました、ハムがオリックス8-7ってどんな試合やってるんですか。オリックスとハム今日ハム、鎌ヶ谷もサヨナラ勝ちなんですよね。へー、ロッテが4-0、4-0、一日ずれましたね。ずれましたね。僕、福岡行くと絶対勝てないんですよね、昔から。福岡ね、いい思い出ねえんだよな。はい、昔、開幕カード3連戦行って3連敗しましたよ。 あったな。5年ぐらい前。あった。もう坂本35号、いや今すごいんだよ、あんな細いのが。今年全体的にホームラン多くないですか。多いっすね。っていうか
ボール飛ぶのあのさ飛ばねえボールは何だったんだ今飛ぶボールに変えたんじゃない飛ぶボールに変えたでしょ絶対に明らかにねなんかちょっと変わりましたね明らかにおかしいもん飛び方がだってねおかわり君なんかね満塁20本目でしょ、うん、ご飯もいっぱい、うん、すげえなっていうかよく満塁で回ってくんなっていうのがすごいことですそうそうそうすごい、うん、今年満塁ホームランのサヨナラも多いんだやられましたね、うん、山田君に、うん、ああそうだこの間ありましたね、うん、やられましたね山田哲と山田哲とすごいね、うん、また多分来年またバウンドボールの径変えたら反発係数パーンってまた落ちるよあれ半減するよ絶対これ中日6連勝これですごいねあそうねすげえなちょっと中日結構セ・リーグ混沌としてますね、なんか今年面白いよセ・リーグだって読売がマジック消えた消えてえセ・リーグが面白いのそれとも読売がだらしないセ・リーグが面白い一応っていう風にしといてくださいなんだろうなDeNA が頑張ってんのそうね頑張ってますねーでもカープはカープカープね微妙ねーあーね田中の康介さんも康介さんが2軍に落ちたけどあれ結局膝かばってたでしょそうずっとだ怪我をして出してたんだったらいやまあそうねってなるよ今年の成績仕方ないよねってなるあんなきつい状態でやってたんだったらもう小僧使い続けよ、ね、今日も小園いいね、いいね。あれいいっすね。あれはいい。本当ね。今日も3号打ったし、うん。言ってたもんね。あの金村義明さんが小園はいいっつって。うん、そうですよ。うちの前田が あの一番の方の前田が、はいはい、はいはい。坂倉は天才だっつって。坂倉。あ、こっちの。でも今一応キャッチャー登録ですけど、外野やってたりファーストやったり。多分キャッチャー多いんで首じゃないですかあいつは巨人が連敗を6で止めるヤクルトはクライマックス進出完全消滅、はい、あら、あら新潟が5試合ぶり白星、はい、レオナルド2発で得点王を視野もう得点王を取っても上がれないんだからもういいこれ何横浜市のユニフォームとこんなガンバみたいなの今なんか、ね、今日のサマーユニフォームかなんかでしょ限 定、なんかその横浜の地域の横浜ネットクラブ懐かしいよね懐かしい最近増えましたよねそういうね、うん、なんかサマーユニーね限定みたいなまあねうち作んねんだよななんかなんて戸塚市の市政記念のやつのコラボで作ってるユニフォームこれと同じっぽいデザインになってるへーねえ俊介が横浜市にまさかの遺跡になっちゃって、ね、まさかでしたねあれは、うん、うちの嫁ちゃんもどうしようかと、まあ、近くなったとうちの試合終わった後に発表するんじゃねえよっつってうちの嫁がぶち切れてましたよなるほどソフトバンクロッテ西野に完封を許しマジック点灯を逃す今日、はい、今日勝てばマジックだったんですよ、うん、西野プロ入りそうそう初完封完封そうロッテマーティン激励メッセージ200件超えに感激の一発いやそれはそうだ、まあね、昨日やっちゃいましたね見てましたよマーティン来てからあれだもんね貢献度すごいよねちょっと成績がまだいまいちだけどそうですね打率いまいちですけどね、うん、今年も勝ってるんですね、うん、へー昨日でも初センターだったらしいですねそうそうあれはしょうがないあれ野球にしてる人間からしたらライトとセンターの守り方全然違うから、ね、あれ仕方ない回転が違うから、ねうん、なんか、ね、全然違う違うらしいですね、うん、だから何度もやってる人だったら全然大丈夫かもしれないけど肩強いあの瞬間、福岡ドーム、空気が完全に、うん、えって止まりましたから、ね、あなるね、それはなるよ、球場全体が、えみたいな、いや、絶対なる、絶対なる、あれはなる、もうだって、えってなったもん、いや、僕も、本当、見てて、外野で、えって思いましたさすがにね、打ち取った打球じゃないですか、そうね、おーみたいな、何が起きたそうまあ、で1個ならまだしも2発、ね、続いちゃったっていうね2発やっちゃったからね、まあ、それね今日取り返しましたからねやったねそうかあとあれん珍しいのが日没コールドあ日没コールドああ久しぶりあれはね完璧に見失ってましたもんねうん完璧に僕山形さんの話しましたねあれ笑ったねホームランでしたけどねああこれ見失ってるわ
ね、あるんですね、日没コールド。あ、懐かしいね、日没だけど。何年、なんかえらい久しぶりですよね。20年ぶり、ね、あれですよ、20年ぶり、多分。札幌丸山球場だ。丸山ですよね。丸山もそうだし、あとベイスターズも一回やってる、そのぐらいの時に。あの広島、それも。あ、中日だ。なんか6点ぐらい取って、そこから延長戦に入って、ベイスターズがどうして。旭川サルヒン球場とかさ。あ、なんかそんなような球場かもしれない。旭川須田博士球場。須田博士球場。須田博士。また、マイナーな。まあまあまあ、記録に載ってますからね。ちゃんと須田博士。須田博士さんね。ね。うん、須田スタルヒンと稲尾が年間最多勝、年間最多勝42勝、すごいね。どんだけ投げたら42勝、いや70試合ぐらい投げてたでしょ、うんうん、半分ぐらい、1年の半分以上、ね、エースはそのぐらい投げなきゃいけないっていう時代でしたからね。中3日とか連投ザラですからね。そうですね、すごいっすね、うん、だって権藤、権藤、阿部、権藤、そう、阿部、阿部、権藤、阿部、権藤、みんな肩痛くてもずっと投げてたぐらいです。そうそう、だって昔の人たちはそれで肩冷やしちゃいけないって逆に言われてた。だから投げ続けた方が調子がいいっていう。なんか馬肉かなんか貼って、ああ、なんか、うん、それでね、疲れを取ったとかね。まあ一応あれアイシングなんでしょうけどね。要はアイシングですよね、うん、すごいですよね、時代感じますよね、やっぱり。だってこれはね、まあ そこで高校野球じゃないですけどね、高校野球、高校野球投げる投げないありましたよね。大船渡のね、佐々木くんの下りもありましたけど。シェンロン、うん、シェンロン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 、あ、某メジャーのピッチャーがね、シェンロンね、某番組に対して。 それ先月も話したよね、シェンロン、ね、うん、それもね。いや、うん、どうしようもないよね。どうしようもないね、あの人はもう、うん、やっぱり終わらせた方がいいと思うけどね、うん、コロナ的に、うん、もう、うん、世代交代できないんでしょ。でしょうね、うん、あんまり利がないよね。、うん、すごいね、だって今日は、だって野球のことを話すだけじゃない、あの人は、うん、そうですよ。でその野球でも今回そういう風になっちゃったら無理だよね、うん、無理、もうだってサッカーとかゴルフのこととかは分かんなくて、うん、適当に喋ってんだから。そう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 、うん、状況も分かんないくせにさ、勝つとか言っちゃダメだよね、うん、もう時代ですよね、うん、完全に時代、うんうん、負けた腹いせに相手のサポーターに攻撃したらダメだ、勝つって言われたからね、うん、ダメなんですか。ダメなんでしょう、ダメなんですか。状況ちゃんと知ってから言えたら、うん、本当ですよね、よく分かんないですけど、うん、うん、状況わかんないのにね、うん、そうそうそう、本当です。あの次の日だよね、電車が脱線したのね。でしたね。でしたね、そういえば福知山線、そうだね、だ、はい、覚えてますね、福知山線の脱線と、うん、古田の2000本が翌日、あ、何のニュースもない日。ねえ、ああ、あ、懐かしいな、おい。もう10年以上前でしょ。ですね、10年ぐらい前、うん、10年以上前でしょ。だってあの事故から何年経ったとかって、これやっぱ、あ、これでやってましたもんね、毎年ね、うん、あれも衝撃でしたけどね、あの事故もね、あの事故も衝撃でした、今回の事故も衝撃でしたけど、あれ、あれはビビりましたけどね、うん、あれ対向列車来なくてよかったですよね。あと防音壁、もう上の前民家だったから、ね、67歳、車のドライバーさんが、はい、勤めたばっかり1年ぐらい、1年ぐらいしてましたね、やってましたね。だって、電車の運転手だってまだなって、そんな1年1ヶ月とかです、うん、電車の運転手ってなるの大変なんですよね、うん、すげえ大変です、大変ですね、実際なってる知り合いいますからね、うん、すげえ大変ですよ。あのさ、適正試験がまず、うん、そう、うん、すごい難関ですよ、通らないといけないじゃない、うん、適正試験が通ってから学科とか実技みたいな感じになってって、うん、うん、なんか車の運転より無事故無違反が少ないっていうふうに聞いたことがあるけど、うん、そうなんですよ、大変ですよね、あ、大変だってますよ、新幹線になるとより大変だってますよ、ね、うん、やっぱり、だから実技だから、その前にその1年で
現場出てるけど、その間の区間はすごい、うん、期間はめちゃくちゃ長いです、準備期間は、うん、まあ、大変ですからね。適正試験2回だっけ3回だっけ落ちたらもう一生受けれないんで、受けれないです、受けれないです。本当にそれでダメで、ずっと駅員やったやついますね、ね、うん、そういう人いますよね。すごい難関でね、され突破してる人ですから、うん、そう、でそんな何件も人身事故起きる人だっているし、うん、引きですもんね。そう、あれはもう引きだって人身事故はさ、車の人身事故と違ってさ、うん、電車の人身事故はさ、自分からそうドンってダーンってダイブってくるじゃない、うん、ダイブですね、本当ね。あれ避けんの無理だよね。あれ無理ですよ、ハンドルねえし、うん、ね、横にそれられないですからね。そう、それられるもんがある、ね、ブレーキしかない、まっすぐしか行けない、こうしか行けないですからね。ブレーキしかない、こうしかないですからね。でもブレーキかけすぎると状況が危ないから、ガチャーン、そうそうそう、だから危ないから難しいですよね、あれは難しいよ。なんか世のマスコミさんたちは感性の法則っていうの知らないらしくてね。そうなんですよ、まあね、論調すごいですね。ツイッターで見たんだけど、なんか一応これで止まるって言ってるけど、うん、なんか元電車の運転手だった親父が、うん、緊急停止ってのを一回やったけど、やっぱり100キロかなんかの時に700メートル進んでるからもう無理だよあんなもんっていう。だそうだ、そういうことなんです、それなんですよ。そう、緊急ブレーキかけてすぐってか、これで100キロだったら止まるはずってなってるけど、実際は700メートルとかランしてるから、うん、もうやっぱあの計算上じゃ、うん、ね、そう、物理的な計算は無理ですよあんな。そうなんですよね、うん、でもね、痛ましい事故でございますけど、しかも京急先頭車両が重いからね。そう、そうですね、運転、そう、モーターが先頭に入ってるから、ね、それも考慮してますからね。それもずーっと行っちゃうもんね、うん、あれはだからすげえみんなね、他の車両脱線しなくて済んでるし、うん、大破しなくて、うん、ね、そう、他のまでね、全部外れてたのね、うん、あと当たったのがステンレス車だったからよかったですね。あの形の普通の通常のアルミ車だったらちょっと危なかったかもしれないですけど、ぐしゃって言ってもかもしれないですけど、脱線はそこまで食い止めたのはすごい。やっぱだ大型もボディの真ん中ら辺ボニーっていったから、うん、まだ良かった、良かったですね、うん、だからね、まあ、たまたまタンクのとこだったから燃えちゃったけど、うんうん、あと壁防音壁にはみ出なくて良かったですね、だからね、あの火出たところも。そう、この間5号線また燃えたでしょ。燃えた。また燃えた。前のローリーのとこでしょ。そう、また同じとこ。あそこは魔のジャンとこ。魔のカーブ。ほんと。また。うん、また燃えた。そう、ちょっと用があってさ、うん、下通ってたらさ、うん、左左折禁止ってなってて、なんだろうと思ったらさ、消防車がさ、はしご車がさ、高速乗るので、あれ、燃えてんだと思って、火事だっていう話をしてたら、次の日に見たら、あの時と一緒だねっていう。そう、同じパターンの燃え方。大変。いや、すごいね。熊野町はあそこやられちゃうと思う、大変だからな。ねえ、ねえ、あそこも無理でしょ。車走ってる以上さ、事故はあるんだけど、そうそうそう、なんか最近そういうでかいのがさ、やっぱり。続くね、あと、煽り運転とかさ。あ、まあ、ね、ちょっと前に話題になりましたね。キマトさんってですよね。すごいよね。台車で煽り運転してたんでしょ？うん、台車で。台車で、結構離れたところでやってますよね。すごいよね、あれ。ちょっと病気だよね。あれは考えられない。ちょっと病気だよね。やばい。やばいですね。うん、なんかあの女、写真撮ってた女が、私をガラケーで撮ってた女がなんか、自首するって言ってるでしょって言ってるけど、いや、してないからそこ、ここにいるんだろうっていう話で。そうそうそう、ガラケー写真か。ガラケー写真か。これから行くからみたいな。いや、行くんだったら、いや、もう早く行ってろよ。早く行ってろよって。こいつもうあの二人がもう病気ですよ。でもなんかね、女の方の友達とかが、いや、あんなタイプじゃなかったって言ってね、いや、それはそれがだから付き合った男によって変わっちゃったんだろうっていうふうに、どうせ薬やってんだろうとかみんな言ってましたよね、大変世論は。ね、そんな話もありましたね、うん、薬どうなんですかね、やったことないから分かんない、分からないですよ。もうあれの実況見分の時にね、追突事故とかありましたからね。対抗でね。あれそれもそれでネタになってましたね。あれはちょっと面白かったですね。あれ面白かったけどバカだよね。あのニュースはちょっと笑っちゃいましたね。もうさ、バカじゃねえのと思って。まあほら、見物渋滞なら気持ちはわからないでもないけど、うん、ガチャンガチャンガチャンっつって。
しかも 何台か言ってましたよね、ほんとね。バカじゃねえのと思った。そう、今ね、我々がね、話がブツブツなのはですね、うん、話す話題が決まってないのと、もう一つですね、徳田さんが遅れてくるって言ってるんですけど、もう30分過ぎたぞっていう。そうですね。安定の徳田さん。安定のラスト5分とか終わってから、すいません、間に合いませんでした。どうしますか、あの話しますか、やっぱり。山本さんがした話題を。この、あれですか。あれね、この番組のタイトルの。タイトルの。もう、やっと来ましたって、ついに来たですね。ついに来ました。ねえ、昨日、シェフ大泉。シェフ大泉。昨日ね。団子ガンガンで。やりましたね。僕見てないですよ。BGM も一緒っていう。昨日、おととい昨日です。昨日です。団子ガンガン。お見舞いするぞ、やっちゃいましたからね。お見舞いしたっていう。それも松たか子さんもうさ、ツイッター、俺見てないのよ。俺も録画もしてないんだけど、ツイッター見てたら、おい、パイ食わねえかとか、そういうのがなんでだと思ったらさ、うん、今日はシェフ大泉だったんですねっていうのが見たら、ああ、そうだったんだ。そう、いや、もうそろそろあれで出てくるんじゃないですか、ようつべさんのあたりが出てくるんじゃないですか、ね。なるほど、うん、まあね、予告の時点でね、もう完全にあれで見れますよね、なんか TVer とかそういうので見れますよね。そう、見れる見れる、ほんとね、ちゃんとしたとこあって、ね、BGM それを使ったっていう、もうすげえぞ、打ち抜くぞピストル大泉、全く一緒一緒でやったっていう、あ、打ち抜くぞ、全く。そうですね、TBS でどうでしょう、やっちゃいましたか、はい、いや、それ言ったら昨日でしたっけ、あの D 人がラグビーの試合を、あの YouTube チャンネルで裏実況やってましたね。そう、南アフリカ、はい、南アフリカ戦10月の4、5、6、はい、ですね、はい、ですね、水曜どうでしょう祭り、はい、見ますね、やりますね、札幌、うん、はい、札幌、スキー場、バンケースキー場、はい、はい、で、で10月6日が、全国の映画館で、はい、ライブビューイングですね、はい、夜のトークの時間を、はい、で、おそらくというか10月4、5、6でその3日間で、水曜どうでしょう新作を現場で流すと、はい、おそらくですね、あ、本人たちが言ってましたね、いや、それは言ってです、前回も3日間の祭りの時に1日目が1を流して、はい、1話目を流して2日目が2話目を流して3日目が3回目を流してっていうような感じでやって、うん、それで前枠後枠をその場で撮るみたいな、はい、前回そうでしたねだったので今回もおそらく同じような感じになると、ね、この間本人たちがまたライブで YouTube 上で言ってましたね、うん、今回は1日目2日目は第1話を流して、うん、やっぱ3回目まで流しちゃうとちょっとね、で6日の日がそのライブビューイングがあるんでそこで1話と2話を一斉に流す、流すと、あ、連続でね、はい、でまあ前枠後枠は多分やる、また祭り会場で、ね、そうなんです、あれね、前枠後枠を撮るのを撮る前を見てるのが面白いんです、そうね、お前は俺に、お前の声よく通んな、お前は俺にそれで絡めとかそういう言い方を裏をやる、ね、そうそうそう、マジです、マジです、あ、それすげえ貴重だね、俺前回の見てるんで現場で、ね、あの時のやつね、そうそうそう、前回の、うん、でキャーみたいな言ってるやつがで、お前、お、そこのお前すげえ声通んな、だからお前がなんとかって言えみたいな、だからそれで振りを、あ、振りを言うんだ、そうそうそう、そういう形やってたんですね、そう、俺がこういうふうに質問するからお前はこういうふうに答えろみたいな、うん、それでまた反応するからみたいなのをやっぱ全部やってて、あ、もうちゃんと台本じゃないけど、もうその場の打ち合わせして、その場の台本が出来上がったんですね、やって、で、あの最前列で見る人たち、あの水曜どうでしょう祭りっていろんなお店が出てるんですね。出てますね。で、出てるんだけど、アリーナみたいなのの人たちは、もう、その放送のためだけに、うん、1日を半分以上捨てて、うん、はい、そこから動かないんですよ。もう朝一でそこから場所を取って、ずっとそこにいて、で、ステージ上でいろんな催し物をやってるんで、それ見ながらずっと待ち続けるみたいな。他のイベントなんか知らないみたいな。そう、前回は、シェフ大泉対、はい、ミスターみたいなのも板長鈴井でしたね、板長鈴井それもやったりとか、あと ありましたね、あとね、いろんなゲストが出てきたりとか、3日間、はい、ドーデミー賞、あ、ドーデミー賞、ね、はいはいはい、みたいなのをやってとかっていうのを、俺ね2日目だけ取れなくて1日目と3日目のチケットがあったんで、1と3を行ったっていうのがあるんですけど、はい、まあ不思議でしたね、
なんでお前らそんないろんなサッカーチームのユニフォーム着てるみたいな、やっぱり、ね、わざわざ着てる必要ないだろうみたいな、新潟がいてガスがいて、フェスもそうっすもんね。いや、ノリ的にはフェスとかなんでしょうね。ノリがフェスなんですよ。新潟、なんで新潟なんだよ。札幌ならわかるし、うん、ファイターズならわかるけど、うん、なんでカープ来てんだよここでみたいなのが、もう本当にね、柏の人がいた時に恥ずかしかったから脱いでくださいって言ったんだけど、やめてくれませんかっていう二層になったんだけど、まあしょうがないね。いますよ。そんなイベントが、はい、でいろんなグッズを、はいはいね、販売するんですけど、うん、買ってくれませんか。うん、おんちゃんの着ぐるみ着ぐるみ出たんすか、ついにとうとう出ましたか。あれ簡易じゃないんすよね。いや、確認してください。今確認していただいてもいいです。じゃあ分かりました。見てください、170センチぐらいの人まで入れる、もうちょっと大きい人まで入れるのかな、あのおんちゃんの着ぐるみが1万5千円で出ました。その瞬間に2人が視聴しております。今1人増えました。おんちゃんの着ぐるみが1万5000円で出て、どうにかして膨らませないかっていう風な案があるんですけど、あのワークマンで売ってる空調服って知ってます？ここにファンがついてるやつですね。そう、ファンついてるやつね。そう、ファンついて中が冷えるってことは外に風が出てるはずなんですよ、とかそれか逆向きにすればちゃんと風出るんですよ。そしたら膨らむんじゃねえかっていういやね、せっかくなら膨らましたいですよね、やっぱおんちゃんはね。違う、水曜どうでしょう祭りのところ祭りどうですか、あのグッズっていうので、今回ね、水曜どうでしょう祭りのグッズがすごいんですよ。あのアニメコラボみたいなのがあるんですよ。ありますね。それも、もうなんだっけな、あの進撃の巨人、進撃もそうだし、あとなんだっけ、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンと、あともう一つの方が話題なんでしょ、あのキャンプみたいなやつ。あ、ゆるキャンです、ね、ゆるキャン、はい、ゆるキャンなんだ、ゆるキャン知らんだよ。ゆるキャンっていう女の子たちがキャンプをするみたいな、うん、あのアニメがある。山さんが今これは見ました。そのゆるキャンっていうのが人気になったおかげでキャンプグッズが売れたっていうのがあるのよ。コールマンとかそういうの、うん、いいでしょこれは1万5000円なんですよ。これ安い。これ買ってくれません？でもこれ、あれ185万でいきます。1万7200円のスタッフですね。約2万。いや、これでもこれで2万って安いですよ、ね、やばい。寝ぐるみをこれでどうにかして膨らませたらすごいですよ。いや、これすごい。どうしよう。あ、ちょっと待って。そう、入れるか。入ってから膨らませるんだろ。いや、あのカメラ的にこう、こう行く。あのよくワゴン車にこう詰め込むやつみたいな感じ。あとね、水曜どうでしょう好きな皆さん、もしいらっしゃいましたら、うん、このなんだ、着ぐるみおんちゃん、じゃあ、寝ぐるみ、寝ぐるみおんちゃんと、あとそのゆるキャンもそうですけど、進撃の巨人おすすめです。あの進撃の巨人コラボがすごいです。ちょっと待ってね、今見るよ、進撃の巨人ね、記念コラボグッズ、記念コラボグッズ、進撃の巨人がすごいです。このヒゲが巨人になってるんですよ。いや、これかい？あ、これか。これがね、進撃のヒゲ、魔人。これはこっち、これ下映りかい？これがね、すごいっすよね、進撃の魔人。進撃の魔人がマジやばい。いや、これオンちゃんかこれ。そう。オンちゃん。ゴスロとコラボってるんですね。嬉しい。嬉しい。はい。ゴスロやってるんですね。だからこれが欲しいの。エヴァもいいね。エヴァもいいっすよ。エヴァいいっすよ。エヴァもいいっすよ。藤村バカ。藤村バカっていう。エヴァコラボとかも。お、来た。おーい。あと10分。こんばんは。久しぶり。土曜でどうでしょうです。俺どうしましょうか。はい。ありますよ。真ん中で。真ん中でね。へえ、面白い。はい、これはちゃんとね、盛り上がるというかちゃんとしてるんですけど、そうですね、どうでしょうの話をしてるときにどうでしょう好きな人がまた増えた。これは見ていただきたいですね。ノーヒットノーランの話ですか。ノーヒットノーランの話したね。このチームですね。しかも昨日生で見た人がね、はい、いいな。これいいね、このパーカーいいね。これもうパーカーいいよね。鹿でしたって。鹿でしたこれ鹿でした。実はこれあれうちで、あの身内だけど、あの2年前ぐらいに鹿でしたって
ブームだったよね。これあった LINE とか。これ LINE とか山形さんにぬいぐるみ買ってもらえますから。おお。なんで俺に振る。いいな。これってど会場行かないと売ってないんですか。いや通販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 。ローソンで買えます。ロッピーで。ロッピーで買えます。17,200円の税金高っ。あれだよ。徳さんあれこれだよ。おんちゃん。これ。いやこれ欲しいよ。これね、ほんとね、これ今見てる人いないんだけど、再生とかで見た人がいたら、水曜どうでしょうの、ほんと、ねぐるみおんちゃんは、ほんと、これは、これおいくら万円、ね、?1 万、これね、これが1万7000円。17,200円って。いやこれ、これね。これ悩むよね。絶妙な金額ですよね。しかも、身長が。身長がちゃんと、ね、ちゃんと書いてあるよ。ちゃんとね、145から185。185まで入るんですよ。これ嬉野先生が来て、僕はもうこれ以上北に行ったら死にますとか言わないですよね。これね。これで膨らますしか。空調服かなんか何かをやって膨らませば。シュシュ言わせれば。シュシュ言わせれば。だから、ね、膨らまし買ってここから狭いところから入って。降りる時もこうあの品川 CC の品川とコラボします。品川 CC の中の人に入ってもらう。中の人なんかいない。中の人いない。あのクマか、クマか、あのクマ。これでもいいよ ね、 ね、俺見た瞬間にちょっと買おうかと思ったもんね、マジでね。これでもね、本当に惹かれますよね。そうだから、やっぱこれと進撃の魔人だよ ね、 ね、 進撃の魔人ね。進撃の魔人はね、すごいですね。あれは激アツだよね。これはね、再来週僕行ってくるんですよ。お、再来週札幌に一週前ですか。進撃の魔人。うわ、これはすごいな。22?23 から。23から。あ、連休のところですか。あの連休明けの安いところで。はいはいはい、いいね。いいとこに行くじゃないですか。いいね。だってオータムフェスでしょ。うん、あ、そうなんだ。オータムフェスの時ですね。オータムフェスト、まだやってる。はい、マジですか。はい、うん、29日だから30日までオータムフェスト。普通に旭川行こうかな。うちが J1 の時に行きましたね。それで僕10月函館札幌です。オーロラ号に乗って函館オーロラ号に、うん、オーロラ号で、オーロラ号ですね。函館ちょうどだから祭りの翌日からですね。7、8、9と2泊3日で。エヴァの缶バッジ面白いね。これよく見るとさ、説明、あ、これネタバレしちゃうか、まあ、説明の飛び用のこのデザインが面白すぎるんだよ、これ。面白い。うまいことね、世界観がね、合ってるんですよね。あれ、説明の飛び魚のさ、なんか出てなかった？違うグッズも。マジで？あと、ダメ人間。ほんとダメだよね、これ。祭りオフィシャル。ダメ人間。これはダメだよ。祭りオフィシャル？このシャツもいいよね。うん、これ、あ、これさ、めっちゃジェフじゃね？あ、めっちゃジェフ。あ、ジェフだ。めっちゃジェフだ。黄色字に緑の文字。あ、これいいね。これめっちゃジェフじゃね。これはあの昔あの清水直樹のやるしかないねんにそっくりな。懐かしいな。やるしかないねんシャツ。これロッテファンしかわからない。あの黒赤バージョンのやつのデザインそっくりなんだ。すげえな。やるしかないね。オタクらしくもいいよね。うん、はじめちゃんが着てた裸にエプロンみたいな。あ、はい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 。あれ。あれさ、過去の写真に出てたでしょ、あのロッテオリオンズの売店のやつ。このさ、はい、番組オリジナル新グッズのさ、これ放送的に大丈夫ですか。みんな画面見てますから今。事故だ、ね、番組オリジナル新グッズのやっぱ6年間ありがとう T シャツがいいと思うんですよね。コスキャンプ地とするレジャーシートどうでしょうの宣伝番組になってますね。あ、これ親父の靴か、これ。そう、説明の飛び魚。そう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 。あ、これか、これ、パーカーのデザインが説明の飛び魚なの。これかっこいい、これかっこいい、これかっこいい。これ気になる方はどうでしょうで検索してください。これさ、これ誰見ても気づかないと思う、普通に来てもこれ。これね、アルプス今回はどうだかわかんないんですけど、水曜どうでしょう祭りに前回行った時に、あの一番最初にお店、あの祭りの中で使うのが現金使えないんですよ。あ、そうですね、同券っていう券を使うんだけど、同券を引き換えるのにもう2時間だクソみたいなシステムで。このパーカーいいの。このパーカーいいよね。ラーメンハックシステム。そうそうそう、ハックシステム。この人形もでも面白いですよね。あの夏野菜の時の、ね、元妻よ、元妻よありがとう。元妻よありがとう。あ、わちょっとさ、俺こっちの方が好きやわ。姫だるま、姫だるまはね、あのね、
後藤さんのやつのところでやっぱ行ってる人が多くて、でもこれ秀あそこでね後藤さんのところで作ったやつでしょ。あ、そうそうそう、すごいの。じきじきで。で、水曜どうでしょうの好きな方の中では有名なご存知さんって方がいるんですよ。うん、知ってます。これもちょっと検索してみてください。ご存知さんで出てくるんで、うんうん、そうするとご存知さんってどんな方かっていうと、あの例のガウンで。ご存知、大泉洋だよ来て、トロフィー持って、ってやってる検索してあの人、YouTuber がなんかなったの、ご存知さんで出てくるから、じゃあちょっと YouTuber に分かんないけど、これ YouTube ですよね、これ YouTube です、YouTuber だからね、ご存知さんで検索すれば出てくるから。はい、ご存知西泉さん、はい、はい、ご存知、おいっつって、はい、いや違うんですよ、違うな、ちゃんとねご存知さんはね祭りとかに出てくるんですよ。水曜どうでしょう大泉洋のご存知さんってやってくれると出てくるんですよ、ね、ご存知遠山の金さんとかじゃないですか。いやいやいや違うんです、それじゃないんですよ。じゃあもうちょっと検索をうまくやっていただくとご存知さんって方が出てくるんです。本当にこれは素晴らしいですよ。あ、ちょっと見てみますね。よく似てるんですよ。でそのご存知さんって方と一緒に写真撮ってくれとかね、前回も多くてね、今回コミケでシェフ大泉 の, あのコスプレしてるやつがいたらしくて、長いやつとか、ええ、こうないですなんだもう俺いらないよ、これこれ西泉さん、ご存知さん、それ前はかどうかっすね。西泉さん、そうご存知さん、そう、ご存知さんツイッターやってますね。そうご存知、びっくりマークさん、ほらこれご存知さん、ご存知さん、あ似てる。どれだいこの人がもじゃもじゃのカツラかぶってご存知大泉洋ってあれを着てすごい、豊川のあれね、スタジアムにいてさ、サッカー選手の真似するやつは似たようなもんね、だから現地に行って絶対やるタイプ、ね、そう、あと2分ぐらいしかないんで、うん、なんでこだったらもっと最初からもっと熱く喋っとけよ。今ツイッター見てください、水曜どうでしょう好きな方、祭り行かれる方は、ね、あのいろんな地域の方たちが、うん、ご存知なんとか班って言って、うん、千葉班とか埼玉班とか、うん、オリジナルの T シャツ作って、うん、みんなで合わせましょうってやってるんで、フォローします。坂戸どうでしょうはん、坂戸どうでしょう、 あんなんじゃないんですよ。あのね、日本一長い東の埼玉藩って書いてあるんですよ。川越のね、ご存知さん、そう、ご存知さん、やべえ、そっくりだな。気になる方は検索してください。すごくないこれ完全にういで、これ多分見なかったっけ、この人、これ見てないですね。この人、あのキャラマンとかにもいるよ。この帽子はあれですよね、釣りの時のプレゼント、そうね、このね、あの立ち姿が完全に本にそっくりだったね。酔っ払った状態の、いいでしょこれ、面白い、もうこの人に写真撮るために大行列ができるんですよ。俺ツイッターフォローしちゃった今。いいなぁ、ご存知びっくりマークさん、びっくりマークさん完全にこのポーズの時ですね。このポーズですね。土井善晴ですっていいよ、この人すごい好きなのよ。だからこの人だから配信とかたまにやってるのよ。あのね、CS のテレ朝チャンネルでどうでしょうやってる時の他の番組の CM が土井善晴さんの CM だとか、渡辺篤の建物探訪このツーショットでね、今日で終わったんですけど、はい、MX テレビで今日までチャンネルはそのままやってたんで、ね、あ、やってました、チャンネルはそのままやってましたね。全部撮ってます、うん、一応、うん、MX 撮りました。千葉テレビ版も撮ったし、MX 版も全部撮ってる。なぜか。CS でやらないかな。ゴジで無事。うち嫁さんが、あの原作が大好きで。はい、はい、はい、ということで、あ、来月、はい、今まで全部撮ったから、来月5日ですね。はい、そう、はい、来月。あと30秒。今日は仕事で間に合わんかったって、来てますね。はい。また来月、また僕まだ10分しか行ってないですけど、来月が10月の5日です。5日です。ということはどうでしょう、マセルとどっかぶり、よー、裏ですね、うちの子供の運動会、お、裏、はい、ということで、はい、はい、はい、ということで、はい、来月はちゃんと来れるように頑張ります。来月はビッグです、はい、私は、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。